皆さんこんにちは。私は映像制作会社でディレクターとして動画制作をしてきました。ざっくり言うと、動画を作成する時の作業は Adobe の PremierePro などの映像編集ソフトを使いながら、必要なグラフィックがあれば AfterEffects を使用するという流れです。 Adobe のビデオ編集ツールで言えば AfterEffects と PremierePro があると思いますが、今回は AfterEffects と PremierePro の違いについて解説していきたいと思います。実際に使っている人ならこの2つのソフトの違いがわかると思いますが、初心者の方はなぜ Adobe に映像系ソフトが2つあるか疑問だと思うので、そこから説明したいと思います。この2つのソフトの実際の関係性はこんな感じです。まず静止画素材をイラストレーターやフォトショップなどで作成します。そこで作成した静止画素材に AfterEffects でアニメーションをつけて動画素材として書き出します。それを編集ソフトであるプレミアに並べて編集、プレミアから完成した動画を書き出すという流れが基本です。プレミアはあくまで編集ソフトです。撮影した動画や音を切ったりつなげたりして編集します。はっきり言って複雑なグラフィックはプレミアでは作れません。長い映像素材を切り貼りするのに向いているソフトです。逆にアフターエフェクトはその複雑なグラフィックを作るソフトです。非常にできることが多いソフトです。プレミアと違い、ゼロから複雑な映像素材を作成し、短い尺のものを作り込むのに向いています。基本的に AE で作ったグラフィックは最終的に動画素材としてプレミアに並べます。なのでそもそも AE とプレミアはどちらが優れているか比較するものではありません。この2つのソフトはどちらも一緒に使用して映像を完成させるというのが基本となります。なぜ AE とプレミアが別のソフトに分かれているかというと、 AE ではグラフィックを作成する際エフェクトを何重にも重ねたり複雑なアニメーションをつけている間に PC に大きな負荷をかけていきます。この大きな負荷がかかった状態ではプレビューが正確にできなくなります。例えば1フレームのレンダリングに数分かかるような状態になったら、 AE のタイムラインで音とグラフィックのタイミングを細かく合わせるというような作業は困難になります。逆にプレミアはゼロからグラフィックを作るという意味ではあまりできることは多くありません。しかしそこがポイントになります。なぜプレミアで複雑なものが作れるようになっていないか。プレミアには撮影された映像データや AE から書き出された動画素材が並べられるため、 AE のようにソフト内でプロジェクトが極端に重くなることが少ないです。なのでプレミアではスムーズにプレビューができるので、音のタイミングや映像のタイミングを編集するのに向いています。音の編集全般は音声編集ソフトのオーディションとの連携もありますし、プレミア自体が音を編集する機能が豊富で優秀なのでプレミアで行いましょう。簡単なテロップなら話す口元とタイミングを合わせる必要があるので、正確なプレビューでスムーズに動くプレミアで作業する方が効率がいいでしょう。複雑なグラフィックをリアルタイムで計算しながら、なおかつ動画をカット編集して音を映像に合わせるという一連の作業を一つのソフトで行えるならとても便利ですが、無限のスペックのパソコンでもない限り実現は不可能です。なので AE とプレミアの役割がこのように分担されていることはとても合理的です。例えばインタビューの動画などなら、撮影素材をカット編集してそこに簡単なテロップをつけてBGM をつけるという、 AE は使わずプレミアだけで完結することもあります。ただしここに凝ったオープニングタイトルを作成したいというだけで AE が必要になります。逆にモーショングラフィックスやオープニングタイトルなど短い尺のもので AE でゼロからグラフィックを作る場合、これは AE のみで完結することがあります。しかしこれも作業前に大雑把な流れや演出をプレミアで映像コンテを作成したり、作業の仕上げパートで効果音のタイミングや BGM の編集などのみプレミアに持っていった方が効率的だったりします。なので今言った2つのソフトの特性を生かして作りたい動画によって使い分けるといいでしょう。初めて動画を作る人にとって、撮影してきた映像素材をプレミアでカット編集して簡単な音の静音の仕方を覚えることは難しくありません。それこそ YouTube で少し学べばできるようになるでしょう。なので編集は比較的誰でもできます。僕らは子供の頃からテレビで編集された動画をたくさん見てきているので、このタイミングで映像を切り替えると気持ちいいよねとか、こういう場面ではこういう効果音や BGM が効果的だよねとか、
そういう素養をみんなが持っていると思います。なので初めて編集作業をしても違和感なく楽しんで作業できると思います。なので編集ソフトの操作方法は別のところで学んでもらうとして、私はここでアフターエフェクツ初心者の方に向けてアフターエフェクツを深く知ってほしいと思っています。プレミアなどの編集ソフトをある程度触れるようになった人に次のステップとしてアフターエフェクツをおすすめします。その理由は、編集ソフトはメジャーなものでいくつか種類があります。プレミアとかファイナルカットとかダビンチリゾルブとかがそうです。 3D ソフトもメジャーなものでいくつか種類があります。しかし AE に代わるソフトはありそうでないです。多数の外部プラグインなどを導入できるなど拡張性が豊富なのと、他の周辺ソフトとの連携、例えば編集ソフトのプレミアとの連携、 3D ソフトのシネマ 4D との連携、オーディションとの連携やフォトショップとの連携、その歴史、知名度に付随してサポートやネットに転がる情報も充実してます。何より CG 関係の企業に選ばれているので、仕事で使用するならアフターエフェクツの代わりはありません。これから映像制作初心者の皆さんもアフターエフェクツでゼロから映像素材を作れるようになれれば、いろんな演出が可能になり、動画作りの幅が広がるし、動画作りが楽しくなると思います。一緒にアフターエフェクツを勉強していきましょう。今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。